フレーズがうまく弾けない早く弾けないリズムが悪い音色が良くない手が疲れやすい手が痛くなるこういういろんな問題の主な原因の一つで楽器演奏の基本中の基本いろいろ取り組んでるのにうまくいかないという場合はこの基本を見直すといいですそこをセルフチェックする方法を紹介しますベーマガウェブ石村純のデイオンよるつ相談所第108回はい。 この問題っていうのは演奏中の力みです。楽器はできるだけリラックスした状態で演奏するのが基本中の基本です。ベースだけじゃなくてどんな楽器にも当てはまります。リラックスして演奏するのが基本ということは裏を返すと力んで演奏するといろんな問題が起きるということです。自分はリラックスしているつもりでも実は力んでいるということも結構あります。力みを取るのに一番いいのは日々の練習のバックグラウンドでずっと動いてるアプリみたいな感じで演奏しながら いろんな筋肉に注意を向けて緊張してないかどうかチェックして緊張を見つけたら緩めるっていうセルフチェックを怠らないことなんだけどもこれを習慣にするのはちょっと時間がかかるので手始めとして力んでないかどうかをもうちょっと簡単にチェックする方法をいくつか紹介しますチェックポイント1自分が弾き慣れたフレーズを弾きながら鏡を見ていろんな角度からネックを見ますネックが動いてませんかたまにほんのちょっと動く程度だったら全然問題ないんだけどもし コンスタントにそこそこ動いてるとしたら主に左手に力を入れすぎている可能性が高いですネックが動くっていうことはその方向に力が加わったっていうことですでもネックが動いても出てくる音とかフレーズには関係ないですよねということはそのネックを動かした力っていうのはいるかいらないかで言ったらいらない力なわけです言い換えると応勤するのに必要ない筋肉を使っているかもしくは 横弦に必要な筋肉だだけを使っっててているるととしても必必要要以上に強く押さえちちゃかかのどっちかだと思います必要最小限の力で応弦できるようにしていきましょう。チェックポイント2。指弾きの時の右手をチェックします。弾き慣れたフレーズを弾きながら鏡で正面から右手を見てください。1弦から3弦あたり弾く時に4弦とかに指を乗せて弾く人も多いと思うんだけど、その親指を乗せた弦が強く押し下げられてないですかだとすると、右手で無駄な力を使ってます。 こういうふうに弦をたわませても出てくる音には関係ないですよね。ということは、いるかいらないかで言ったら、いらない力を使っている。親指を弦に乗せる目的は、開放弦をミュートすること、右手のボディとの位置関係を安定させること、この2点なので、弦がたわむほど親指を弦に押し付ける必要は全くないです。チェックポイント3、左手をチェックします。引き慣れたフレーズを引きながら鏡を見て、いろんな角度から 肘とか手首を観察します肘の位置とか手首の角度が固定されてませんかもし肘がほぼ動いてないとか手首の角度がほぼ同じままだとしたら腕全体の力を使わずに指だけで横減している可能性がとても高いですだとすると指にすごい力を入れて押さえてしまっている場合が多くて指とか手が疲れやすかったり痛くなったりしがちです肩 肘、手首を固めずに柔軟に使って、指だけじゃなくて腕全体の力を使って横減していくようにしましょう。力みを取るためにはまず力みに気づくことが第一歩ということで、日々の練習の中でこういう感じで何回もチェックして力を緩めていきましょう。石村純でした。